スペシャリストおすすめご当地おでん、続いては沖縄県から意外な名産品を丸々入れた驚きのおでんです。えいおお、すごい大きい鍋の真ん中にあるのはこれ何の具材なんでしょうか。あの沖縄ではこう、まあ、おなじみの豚足を煮込んだテビチ、これを入れたですねもっちりテビチの沖縄おでんセットでございます。なるほど、だからこんだけ丸々っと大きいんですね。こちらの沖縄おでん、だしも大判のテビチも全て手作り。お店で1時間じっくり煮込んだテビチを一つ一つ手作業で真空パックにしているんです。今回はそんなテビチに合わせてお店おすすめの具材を入れてみました。おでんにテビチ、果たして合うんでしょうか。伏瀬さん、うん、うまい。もうお肉がトロトロで、もうお出汁が染み込んでますね。何せもう大きいなのに柔らかい、もう食感もプルプルでとっても美味しいです。出汁はあの沖縄ではおなじみの鰹出汁をこう使ってるんですけども、そこにテビチを入れてで煮込んでいるわけなので、豚の旨味が出汁に加わりますのでさらに美味しくなるんですね。テビチすごく美味しいです。